写真拡大。西武の山川穂高内野手が7日、自身のインスタグラムを更新し、恋の島として知られる古宇利島の古宇利オーシャンタワーで幸せの鐘を鳴らす動画を公開。ファンから鳴らし方かわいいと話題となっている。山川は昨季 MVP を受賞した森友や捕手など沖縄で自主トレ中。この日は休養日だったようで、鐘鳴らしてきたと観光スポット古宇利オーシャンタワーの鐘を鳴らす動画をアップした。タンクトップサングラス姿の山川は鐘を鳴らすたびに撮影者を笑顔で確認。充実した休日にファンからは嬉しそうだな、派手に鳴らして大丈夫ですか、鳴らし方かわいい、笑顔かわいいですね、今年も頑張ってくださいね、最高 www 鳴らし方の癖がすごい、笑顔かわいい、素敵です、めちゃくちゃタイプやし、ほんまにかっこよくて、今季は3年連続の本塁打王、リーグ V3 はもちろん東京五輪出場も期待される。幸せの鐘を鳴らした NPB 屈指の長距離砲の躍動に期待したいところだ。フルカウント編集部。